あ、さっきのムカつくやつ。ムカつく？いや、向こうあなたのことを迎えに来たんですよ。見たところ旅人さんみたいだし、お宿とかお店の場所わかんないんじゃないかなって。へえ、見た目によらず気が利くじゃないか。確かにアーキュリスには来たばかりでな。じゃあほら、案内してくれ。エルメルリア・フリクセルです。長くて呼びづらいんでルルアで。そうか、僕はオーレル、クリストフ・オーレル・アーランドだ。あ、アーランド。気づいたか。そう、僕は何を隠そう。国を名前につけちゃうなんて。ご先祖様、よっぽどこの国が好きだったんですね。違う、僕はこの国の。ああ、ほらほら、話はこのくらいにして、ポポッと街の案内しちゃいますよ。調子が狂う。何なんだ一体。僕は、ったく。はい、まずですね、ここが金の王の手。まあ、酒場兼食堂ですね。うん、確かにいい匂いがするな。腹が減ったら世話になるとするか。それがいいと思いますよ。看板娘のお姉さんも綺麗ですしね。でも鼻の下伸ばしちゃダメですよ。ま、誰がそんなこと。次を紹介しろ、次を。はいはーい。なんですけど、いろんな作家も扱ってますよ。なるほど、質のいい品を扱っているみたいだ。こんな田舎町にこのような店が。ふふんだ、田舎だからって舐めないでくださいよーだ。ま、困ったらここで買い物すればいいと思います。だな、旅をしてるといろいろ入り用になることも。って、おい！グズグズしてると置いていきますよ。くそ、おい待て、こら。さっきから気になってたんだが、いつの間にかタメ口になってるぞ。敬語はどうした？え？オーレル、私と同い年くらいだし、いらないかなって。はぁ、あ、まあ別に構わないが、なんだかどっと疲れた。今日は宿で休むとしよう。うんうん、それがいいよ。まあアーキュリスは田舎だけど、いいところだからさ、目いっぱい楽しんでよね。ああ、じゃあな。なんか成り行きで観光案内しちゃったけど、まあいっか。いや、よくない。結局依頼品のこと誰にも聞いてないじゃん。仕方ない、今からならまだ間に合うはず。金の大王の帝と銀のタガネに行ってみよう。それかオーレルに素直に話すかだよね。
そっちも後で行ってみようかな。